こんにちは、川十霊熱の村上です。こんにちは、川十霊熱の高川です。今日のテーマは給水温度とボイラー効率と燃費の関係についてです。高川さんはボイラーへの給水温度の変化がボイラーの燃費に与える影響を覚えてるかな？あれ？これまで給水温度と燃費の関係を勉強した回ってありましたっけ？あったよ。ヒントはボイラー効率の回なんだけどな。今日の動画は燃費の削減には欠かせない話になっていますので、しっかり理解いただけるように進めていきますね。それでは動画でわかるボイラー教室、今日も元気にスタートです。頑張ります。さて、今日は給水温度とボイラー効率と燃費について説明するんだけど、最初の質問、ボイラーへの給水温度は高いのと低いの、どっちがいいと思う？高い方がいいんですよね。なぜそう思ったのかな？蒸気を作るには水を熱して作るわけだから、低い温度の水から熱していって蒸気を作るより、高い温度の水を熱して蒸気を作った方が熱する量が少なくていい分効率がいいんじゃないかな。おお、その通り。じゃあ具体的にどんなメリットがあるんだろう？熱する量が少なくていいってことは、バーナーで燃やす量が少なくていいってことだから、燃料代が少なくなる、二酸化炭素も少なくなる、窒素酸化物も少なくなる。すごいすごい、これまでの勉強が身についてるね。今の話を具体的に数式で計算するとこうなるんだよ。ここでは蒸気量 1.5トン、蒸気圧力 0.8MPa、 給水の温度が15度と60度の場合を比較してみよう。燃料量を表す計算式は、蒸気量に蒸気エンタルピーから給水エンタルピーを引いたものをかけて、燃料の定位発熱量とボイラー効率をかけたもので割ると計算できるんだよ。この計算式はね、ボイラー効率の動画でボイラー効率を計算する計算式を変形させたもんなんだ。覚えてるかな？数式を見ただけで目が回ってしまったんですけど、よく見るとそうですね。なるほど、ちょっと気が楽になりました。それでは実際に計算してみよう。給水温度が15度の場合を計算式に当てはめると、燃料量は 100.9 リューベイノルマルとなるね。一方、給水温度が60度の場合を計算式に当てはめると、燃料量は 93.9 リューベイノルマルとなるんだ。約7リューベイノルマルもの削減になるんですね。そうだね。これで給水温度が高いと燃費が下がるのは確認できたね。じゃあボイラー効率はどうなんだろう？良くなると思う？それとも悪くなる？燃費が良くなってるんだから効率も良くなってるんじゃないですか？ところがね、給水温度が上がると一般的な寒流ボイラーの場合、ボイラー効率は下がってしまうんだ。え、何ですか？それはね、寒流ボイラーの効率を上げるために取り付けている排ガスエコノマイザーが影響してるんだよ。排ガスエコノマイザー？排ガスエコノマイザーっていうのは、燃料を燃焼させた時に出る高温の排ガスをボイラーへの給水と熱交換させて給水を温める装置なんだよ。ボイラーはね、長い歴史の中で少しでも燃料使用量を減らそうと、ボイラーから出る熱をできる限り回収するように改善されてきたんだ。それで 99%
なんていう高い効率を出せるようになったんですね。話を戻して、なぜエコノマイザーが影響を受けるのか、また影響を受けた結果どのようになるのかについて説明していくね。少し難しいかもしれないけど、ついてきてね。はい。さて、給水温度が高くなると燃費は良くなるのに、ボイラー効率は悪くなることについて説明するね。排ガスエコノマイザーは、高温の排ガスと給水を熱交換するものって言ったよね。給水温度を高くする目的は、燃焼させる燃料を少なくすることだったよね。はい、さっきの計算式でも給水温度を高くできれば燃料量を少なくできました。そうだね。じゃあ15度の給水と高温の排ガスを熱交換するのと、60度の給水と高温の排ガスを熱交換するのでは、どちらの熱交換できる量が多いと思う？それは15度の給水の方だと思います。そう、正解。つまり85度分の熱交換できる排ガスの熱があった場合、45度分の熱は熱交換しきれずに大気に捨ててしまうことになるんだ。給水温度が高いと、本来なら回収したい熱を回収しきれないから、エコノマイザーの機能を活かしきれないっていうことですか？それでボイラー効率自体は下がってしまうんですね。そうなんだ。では具体的にどの程度ボイラー効率が下がるのか見てみよう。このグラフは給水温度差による定格ボイラー効率の変化を表しているんだ。給水温度が高くなると捨ててしまう排ガスの熱が増えて、ボイラー効率は低下するんだ。逆に給水温度が低くなると十分排ガスの熱を回収できて、ボイラー効率は高くなっているのがわかるね。なるほど。それじゃあボイラー効率がいいのと給水温度が高いのとではどちらがいいんですか？ここまでの説明だとこの2つは両立しないんですよね。そうなんだ。今日のテーマはちゃんと理解できているみたいだね。蒸気量を同じにして実際に給水温度を変化させた場合について説明するね。ボイラー効率が 99% で、給水温度が15度の場合は、先ほどの計算式に当てはめると、燃料量は 100.9UBNm になるよね。一方給水温度が60度になると、ボイラー効率は 97.5% 程度になっているから、同じ計算式に当てはめると、燃料量は 95.4UBNm になるんだ。その差は 5.5UBNm となって、ボイラー効率が低くても給水温度が高い場合の方が燃料削減になることがわかるね。さらに言うと、もしボイラーを年間4000時間動かす場合だと、ガス代を 1UBNm あたり80円として計算した場合、年間約180万円もの節約になるんだよ。180万円？そんなにあったの？例えば工場などで製造機器の排温水や蒸気ドレン水などを活用できるのに、それをせずに給水温度を上げないのはもったいないということになるんだ。へえ、そうなんですね。工場にボイラーを導入するときは、排熱をうまく使って給水温度を上げる計画ができるケースもあるんだけど、その時うっかりボイラー効率をカタログ値で計算して燃費改善をよく見すぎてしまうミスにも注意することを覚えておいてね。はい、いいとこ取りになっちゃいけないってことですね。給水温度とボイラー効率と燃費の関係をよく知らずに設備導入を検討すると、設備導入後に計画とかけ離れた結果になって、残念な結果になることがあるんですね。そうなんだ。はい、今日はここまで。今日は給水温度と
ボイラー効率と燃費の関係について話してきたけど、内容はどうだった？ボイラー効率だけでなく、給水温度が燃費に大きく影響するんだってことがよく分かりました。ボイラーの導入計画を行うときは、ボイラーだけでなく排熱をうまく利用して給水温度を上げることも同時に検討しないといけないんだなって思いました。それと、長い歴史の中で少しでも省エネになるようにいろいろな工夫をしてこられたことが知れてよかったです。そう、それはよかった。給水の温度も非常に重要なテーマだから、給水の省温方法や給水の省温方法と燃費の関係、並びに給水の温度と効率的な負荷なんかについても動画を作っていきますね。次回以降もぜひご期待ください。もしボイラーや熱源についてご質問や疑問点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。今日はご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。My heart and see you.